どうも、よっさんです。今日は大阪で人気のある和菓子屋さんに行きたいと思います。ここ玉星屋さん、おはぎでめちゃくちゃ人気のある店なんで、ここのおはぎゲットしたいと思います。玉星屋さんのおはぎゲットしてきたので、早速開けてみたいと思います。さあ、楽しみです。見えてきました。ほら、オープン。こんな感じです。粒あんとこしあんときな粉の3つから選べるんですが、今日は粒あんときな粉を選びました。2種類しか選べないみたいです。では早速粒あんをいただきたいと思います。わあ、いい感じ。ほら、あんこのいい香り、いただきます。うまい。この小豆しっかりしてるわ。甘ったるいだけじゃなくて、高級感ある甘さ。しかも一口サイズやからパクッといけちゃう。うまい。次はきな粉いきたいと思います。ほら、きな粉、ほら、うまい。うわ、きな粉の香りがしっかりしてる。これ今まで食った和菓子の中で一番うまい、間違いない。中のお餅も柔らかい。あ、パクッといけちゃうな、これ。うまっ。この店はほんまいつ来てもいつ見ても行列なんですが、その行列の意味がほんまわかった。もうペロッといけちゃうもん。うまっ。上品な甘さ、これはめちゃくちゃうまい。まあ俺もあんま和菓子ってそんな食べへんけど、これは何個でも食べちゃいたい。うまっ。めちゃくちゃうまい。これが玉星屋さんの名刺で、営業時間は午後2時から売り切れまで。今日は平日だったんで、街は 4,5 人でしたが、土曜日とか前通ったらいつも 2,30 人はザラに並んでるんで、平日行くのがおすすめです。で、今日いただいたのが粒あんきなこ6個入り、各3個ずつのやつですね。合計972円。お安い。あの味でこの値段はめちゃくちゃ安いと思います。いや、うますぎたからもう最後カメラワンさんと知らんうちにペロッと全部食べてもうてた。これは皆さんぜひおすすめです。食べる価値ありです。試してください。バイ。